サイ君が不非感情、無感情っていうのは、なんかむしろそれはなんか嘘なんじゃないかなと思わんでもないです私けもそど、れを思なんかいます。そういう人っていうのは、多分もっと別な人だと思うんですよ。だから最後こそういうキャラ作ってるんですよね。う、まあちょっとこう、ツンデレーションを発揮しているんではないかなとは思ってたりはするんです覚けえてまど。す。僕、その参政党のこの問題でも、その神谷さんはどちらかというと結構その冷酷な面もあるんじゃないかみたいな話があるじゃないですか、その運営スタイル的に。僕も全く同じスタイルなんですよ、多分その考えてることが。僕も多分そういうのをやった方がいいよぐらいの方向性なんで、もう非確か感ね。情。あとやっぱり会社に属してる時も、そのもうあの人クビにした方がいいですよとかっていうのを普通に経営者と話したりしますもんね。だってもう全然使えないもんってか、結構冷酷な面はあるなって思います。それはなんか本部の F さんとの共感でそういうことをまあ話してましたよね。まあ合なん理か、性がすごく高いので、どうしてもそうなっちゃうのかもしれませんけどね。もう今さっき話した合理性とその理性の話をさっきしたじゃないですか、サイ君と僕は2人今話してたんですけどね。それで考えたときに自分の合理性と理性の割合ってどんなイメージですか？割合難しいですね。なんか半々なんじゃないかなって気がするんですけどね、サあ、イで君もという年人をと見たともときに。そうなってった感じですよ、やっぱり。じゃあその20代の前半ぐらいだとどうですか、イメージ的には。いや、もう合理性しか考えてないですよ。ああ、そうなんですほとね。んど人情なかったですね、そんなに。僕は葉っぱちゃんは割とその半今、まあ、合理性と理性っていう、まあ、その根で考えたとき、僕は割と合理性が3割ぐらいあるイメージがちょっとありますけどね。ちょっとね、その合理性と理性のイメージがね、ちょっとまだついてないんですけど、もう一回噛み砕いて教えてもらっていいですか？要するにですね、合理性と理性って漢字は似てるんですけど、全然意味逆だと思ってて、合理性って利益追求だから、その利益を追求するっていう思い、そういう概念なのに対して、理性っていうのは、その正義とか悪とか、だからなんていうか、まあ割とこう感情によってるその表現だと思っていただければ。で、やっぱり僕のイメージでは、理性が高い人っていうのは、その優しさとか思いやりがあるとか、なんかそういう人間らしさみたいな。で、合理性が高い人っていうのはマシーンですよね、イメージ的には。っていうイメージでいくと、葉っぱちゃんって優しさ全面じゃないっていうイメージは若干あるんですよ、実は。私が3割が合理性って感じですそうでか？す、そうです。あ、どう多です分か？自分の中でもそれぐらいの感じです。です面よ的ね。には。五分五分かって言ったら五分五分ではないと思うし、全部理性でもないと思うし、合理性も考えてますね、もちろん。そうじゃないと、やっぱ、実現できなかったりすることって結構あるので、理性だけでやってて。やらなきゃいけないこととかもあったりするんで、いろいろ。だから僕のイメージでは、女性のその、まあ、人間性っていう7対3ぐらいがちょうどいいんじゃないかなっていうイメー本ジを当で持っすてか？ます。よかっ確かた。に。やっぱり劇場型の女性っていうのもちょっと違うしですね、基本的にはやっぱり。まあまあ、そこは僕はあれなんですけど、ヒステでリッもクそう女いう、性ね。ヒステリック女性って、まあ、例えば理性が1割で、まあ、優しさとか人間性が9割みたいな女性っていうのは、やっぱりちょっと、まあ、その人を心配してしまいますよね、イメージ的には。やっぱ7、3っていうのはすごいバランスがいい人のイメージかなと思いますけ逆にでも女性どね。からすると男はやっぱり合理性ちょっとないと頼りなくないですか？女性からすると。合理性はやっぱり欲しいんだけど、合理性が8割とか9割の男の人だとついていくのが大変かもしれない。厳しすぎるよってなる。7割ぐらいだとどうですか？男性77割は割ぐらい合だっ理た性。らいい感じですけど、よく言えば6割、4割の理性は欲しいんですけど、でも実際にもしそういう人付き合ってみると、やっぱりもうちょっと頼れないと思うのかもしれないですね。いわや、かでんもないけ7ど、割私くのらやいりなといところは。仕事でけへんて。そうそうかなんです。な、そうやっかぱもしりんない。仕事をちゃんとできる男性はやっぱり7割ぐらいなのかなと思いますよ。もうその優しいだけの男っていうのは本当なんかこう惨めだと思うんですよ。やっぱ特に年を取って優しい男ってすごい惨めだと思うんですよね。
そうですすね。ごい。優しさじゃなくて男性に求めるのは包容力は求めますけどね。ああ、まあ優そうですしさね。と包容力は似て非なるものだと思ってて、やっぱ経済そ力うも思包い容ま力ですからね、言ってみたらね。す。そう、あ、そうでそうすですね。ね。それで経ドライ済ですよ力っね。て、そうだね。そうそう。でも経済力って、潤沢な資金とか別にいらないんですよ。普通に生活していけるぐらいのものがあればいいなって思います。たまにご飯食べに行けるぐらいでいいかなみたいな。例えばカツカツやとこの喧嘩なるもこの前のお二人の配信で、葉っぱちゃん、俺たちにそれ聞くってやつあったじゃないですか。あれ聞いて大笑いしたんですけど、二人とも自分を磨いて待つっていう姿勢で笑いました。待つ受けな身。よ、待っちゃだめだよって。確かに。もう女子も待ってるから、もう待って、両方待ってたら何も進まないので、待っちゃだめよって思っそた。こはどうなんですかね。正直僕一は歩本踏み音出なしんて、で。ちょっと一歩踏み出してみようみたいなるほどですね。な。そう、面あ白そかった、こは。でも。あれは結構評判は良かったと思うんですよね。なんかの僕の動画のコメントとかちょこちょこもらったりとかもしてました。あれはすごく面白かったと、いただきましあたれ、ね。街頭でライブ配信に行ってた時に、トーニーさんが話しかけてきてくれて、見た、葉っぱちゃん、あれ見た、サイ君と、あれ言ってたの、すごい面白かったよっていうか、私、後で見ますって言って、すごいね、声かけられました。それはライブで言ってましたよね、そういうの話。なんかやっぱそういう聞いのてく聞くださった。と、嬉しいですよね。なんかそんなことがあるんだなって。まあ今こうやってあるんで話しすてるか。のもまさにそうなんですけどね。これそれでもさ、聞く人間違ってるよ、葉っぱちゃんね。なんかさ、僕と伊助君なんてもうオタッキーな世界じゃないですか。だからまだなんか表にその国政改革委員とか出てる男の人たちにそういうの聞くのはいいけど、僕たちもオタクやもあのね、違うんだよ。そういう人たちに聞くよりも面白いじゃないですか、やっぱり。みんな知りたいところなんで、賛その辺成党みんなの知りたいとこ支じゃ持な者、いと思うけどな。賛成党の支持者は、伊助さんとサイ君大好きなんですよ。で、この前私ね、党員さんのね、集まってる懇親会行った時にね、一人の女性がね、私、サイ君タイプなんですって言ってましたよ。そう。で、私そは伊れは助さんが嬉しい好きな。ですとか、みんな、いろんなね、意見を聞くので、なんかまあ伊正直助派まあ、か、最近の派かみたいな。嬉しい話ですよね。だから結構そういうのを言ってきてくれる女子いるんで、やっぱり、もし参政党の輪の中に入ったら大変かもしれないです。キャーって。まあちょっとその話も含めですけど、僕ちょっと話したいことがあるっていうことでちょっといいですか？お、お来願いた。します。よく言うその YouTuber がよくその重大発表どうみたいな、僕ああいうのあんまり好きじゃないんですけど、まあ多分重大発表に近い話がちょっとあってですね。婚姻か？何の話だと思います？ せっかくだ婚約から。しました。それじゃない？それですか。僕は仕事を辞めたんですよ、え？おととい。それ何をされるんです争いか？事ですか？それも、まあ一応ですね、ちょっと、まあ、順を追って話させてもらっていいですか。一応ですね、先週1週間、僕、もう家にいたんですよ、ずっと。で、辞める気が全くなかったんですけど、まあ、ちょっと辞めることになってしまって、で、基本的に YouTube のスタイルはこれまで。と変わらずか、むしろ、まあ、ちょっと、まあ、もうちょっと活動は増やしていきたいっていう方向なんで、基本的に悪いニュースではないと思っていただいて、いいです。で、一応ですね、まあ、要するに今ニートになってるんで それでですね、まあ、有給消化を約、まあ、20日ぐらい、20日過ぎぐらいの有給が残ってるんで、有給消化して、で、まあ、失業していきますよという流れに入っていきます。それで、まあ、まずはっきりは言えないんですけど、多分行政書士を目指します。それで、まあ、個人事業みたいな形で仕事をしていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いしますということよろで。しくお願いします。す どうですか、ご重いで大す発ね。表です、いこやれ。ー、すごすい。ごいですね。まあ、一でも、応行です政ね、書士を目指すんだ。すごいですね。もうやろうかなと思っていてですね。まあ、資格細持っかいてるもん、話。もそうなんです。う。うん。まあちょっと錆びついた資格ではあるんですけど、まあいろいろと、まあ YouTube 配信とかでいろいろ研鑽は積んでたんで、質問、
はいはいはい。まあ一石二鳥実家やし、結構その貯金とか比較的余裕あると思うんですよ。まあそこまではないですけでど、ちっも、とはあります。じゃあだからあるんで、多分その2、3年はニートでも大丈夫ですよね、その仕事の案件も少なくても。まあ、1年ですね、多分。1年で波の線の無理っしょ、集客の。難しいまあなんよ。か、その結局、まああんまりその欲を張らずにですね、あ、そまあまあのまあ。一本と考えずに、別にあれですよ、行政書士の登録して仕事もらいながら、別の仕事ばっかりが増えてても別にいいわけですから、確かまあ、アに、ルバイまあトみまあ、たいなんで、柔軟にまあ、ね。YouTube でも、YouTube も今現状で、まあ、ちょろっとは今、収益になってるしですね、まあ、そこをもうちょっと力入れていけばまたっていうのも、まあ、あると思うし、一応、そのなんていうか、全然展望が暗くないっていう思いを今持ってるんで、そこの心配もそんなないかなとは思ってますんで、そこは一応ですね。国あ政と、改革になることはないんですよ。立候補の申請今、を出そうすでこすとね、はないん今でのすとね。ころは勝考手えに。ていないです。稼いすけでやっていこうっていう感覚なんでですね。ただ、まあ正直、そこも党員になるかなるかならないか問題、全く関係ないと思っててですね。ここまで賛成と支持してるのに、なんであなた党員にならないんですかって言われる筋合いはないからですね。投も石があるからね。う、あと、まあそうですね。だからそこはまあ、大丈夫かなとは思ってるんで、まあこれか、まあ今 YouTube とか自分の発信とかはこれ、まあ減ることはないし、むしろ増やしていきたいと思ってるんで、まあ今ちょっと体がちょっと疲れてるから、とりあえずゆっくり休もうっていう感覚に今のところはなっています。で、一応もう一つ発表があってですね。まだあるんかいな。 まあ、あれなんですけど、多分ですね、僕、もうちょっとしたら多分結婚します。やっぱそれありますか。はい。いやでもまあ、すごそいちょっとお出かし会いない？で。普通会社勤めながら結婚するのは分かるけそうど、なんやですめよ。て結婚って、まず、その無茶な 話やからね。変なこと言おうとしてるんで、それ言ったという感じなんですけど、ちょっと本当、詳しいことは全く言えないんで、本当申し訳ないですけど、でもなんか、せっかくだから僕はここで言いたかったんで、それは言おうかなと。できちゃった本ちゃう？できちゃった本。違います。一応ですね、多なん分か、その辺嬉しも、いですね。やっぱり相手がいるし、まあ、ちょっと僕のやり方、また変なやり方してるからなんですけど、まあ、ちょっと詳しいこと全く言わずで申し訳ないんですけど、一応、そういう話をちょっと今日しようかなと思って、盛り込みましたと。全然共同配信の中でやる内容じゃないですよ、それ。そうなんですよ、だって誰にも言ってないですから、この話。そんな、一人の配信でやってください、その大発表。確かに。いそのや、重ち大発ょっと表っ面てや白つ、い。ちょうどやれるタイミングじゃないですか、それ。そうですよ、重大発表ですねえ。よ。なんて。僕はなんか面白いこと言いたかったから、せっかくだからっていうことで、面白いこと言ってみたっていそう、う。面白いことじゃない、それ。我々は、ふーん、ほーぐらいにリアクションになる。そうですか。でもいいですね、結婚して、奥さんにも心とか全部支えてもらいながら、ね、資格そうです試験ね。頑張るっていうのはいいと思いますよ。やっぱり心が安定してくると思うんです、さらにね。そうそう、まあもう、伊助君の話は終わりにしてですよ。あれの話知ってくださいよ、葉っぱちゃん。何ですアか？マテラスの裏アマ話。テラス。いや、そう。あれね、何回や最り直近したんすやろうごと思っい、て。いや、1回、え？2回か。いや、もう本当何にも、1回やって、ちょっと、もう1回こういうふうに言った方がいい、言い方変えただけです。言い方だ意外に。ね。だってあれ、本当にね、10分以内ですよ。小物を探してきて10分でやりますよ。言うてもそんな時間かかってないですか？かかってない。で、サイ君のやっぱ編集がすごくて、うち夫が見てびっくりしてて、これ、映画の CM みたいな、すごいなんかねっちょって言っとね、て、妖艶にしましたよね。ちょっと雑音もね、入れて。こザッとか言って、大きくカットが入って、おおって言って。ちょっとホラータッチで、かつちょっと妖艶にしました。よすかっごいたですなよと。ね、相当。面白かったです。ちょっもうちとょっあとこね、までなんやられか。ると、ちょっと次が大変やなと思って。次、ちょっとまた誰かチャレンジャーを求むみたいな感じでね。服でも装も正直なん言えかば、良かったもんね。いや、なんかかぶっ雰囲気がて。良かったです。もう、本当です本当か？に、
すごい雰囲気が良くて、で、コメントで葉っぱちゃんっていうのがいっぱいあったから分かったっていう感じだったんで、声でわコかメン、るよ、もう。葉っぱちゃんいや、結構特コメン徴あトるがなもん、かったら声。全然多分わ、あ、多分そうよねっていうな確信持で、てないかバックにほら、あの植物って。そうあ、そう、なんかやっえ、ぱ、すぐわかる。まあ、やっぱひ、まあ、あれをパッと見たときに、まさかって思ったですね、正直。やっぱそのく最らい初だっての。サイくん、いや、よかっごめんたなし、さい。じゃあ。サイくんのほら、指示で暗くしてできるだけ、で、明かりをこの辺に顔の下の方から当ててっていう指示があったんで、それでやりああ、さすがですね。いや、で、よかったろうでそくだけだと暗かったんで、ちょっとね、ランタンでやりす。ましそう、あのランタンが買ってた。ランきたんタちゃン。うと思ってね、このね。あれ、非常 用あにっちゃたんんだ、とす備ごい蓄な。の ランタン、いつも。だから僕はアマテラスをやるから、僕は最後愉快犯認定してるようなとこがちょっとあるのあるんですよ。愉快犯。だって、アマテラス面白いですね。あれはですね、エリギズ。そこを僕は一言挟みたかったんですけど、あれってディスってるじゃないですか、思いっきり。それは僕はこれは僕の個人的な意見ですけど、あのディスり方っていうのは、僕は若干良くないよっていう気持ちは若干あるんですよ、本当は。最初確かにディスってたと思いますけれども、その本家をね。でも今はもうなんかちゃんと板尾係長みたいな感じになってません？そのノリ的いに。や、多分相手は多分ギリギリしてますよ、クソってなっでてもますよ、見て多分。ないって相手は。見てない。見てないかな。あれは確かに最初は確かにディスりから始まった部分ありますけれども、もう今はもうオリジナルの自分のコンテンツです。それは多分ですね、いじめをしているっていうのに自覚がない被害者、加害者と同じ意識だと思いますよ。多分嘘。お蕎麦あたりが襲撃してくるかもしれないですよ。お蕎麦の攻撃が。 まあ、あれですよ。でもまあ、面白い。いや、でも正直、あれもバランスなんですよね。だから、あれが極確か端にに。なると、名誉毀損やられるんで、賠償とかいう話にもなりかねないんですけど、多分それは無理 っていうギリそりギリゃそうのでラすインよ。だから、だから愉快に楽しんでいらっしゃるという感覚は正直ありましたね。まあ僕もやったからもう共犯者ですけどね。いや、なる私ほもあどれね。ね、正直、長老って書いてあったけど、長老は何かよく分かってなくて、アマテラスっていうキーワードだけで。あれってあれですよね、第一長老が A さんで、第二長老がもう一人の Y Y ささんかな。ん、Y 先そして生。第三長老がまだいないんですっていう、その第三長老。そういうことなんですね。そうなんですよ。まあ、例のあの方の大調和についての語りが1時間ぐらいあってですね、で僕はそれを全部見てるんで。 面た白いんだ、ですね。面白い。考え方はすごく納得できるし、面白いこと言ってて、そしてあれかよってなったんですよ。そしてあれかよと思ってたら、なんかディスり出した人が動画を出して、ほんで、なんかすごい いじってるんで、これはウケるなと思いながら、したらしまいにはこっちになんかやってくれみたいなのが来て、 もういいよと思いながらも適当なやつとか。そしたらそれが結構人気が出たっていう。そうイシケそう、さん今出ては。ると思ったら一瞬だったもんね。一瞬で終わったもんね。あれそもうそうそうそう。頼まれて速攻送って、もうこもうれ終わです。りみたいな。いや、でもあれはまあまあ面白かったですよね。あれでも今はもう誤解ないように言いますけど、あれはもう今ディスりの要素はありませんから、今はもう。これからはもう違う。葉っぱちゃんで変わりました。私そうのなんやですつ、ね。全くだって、そ全然本家と関う。係ないですも関んね。係ない占です。い師みたいになってますもんね。こう、占そうでいす。師6回目から、葉っぱちゃんの6回目から、あれはオリジナルのコンテンツになりました。それまでまは確かに嫌味な部分がありましたね。あ。それはじゃあ、恋があったということですね。だってまあ、パパって呼ばれてますけど、みたいなね。そんなのやってましたからね。まあでも、まあまあ、いいんじゃないですか。まあいい、あれ は避いいん難でしておす。きながら。まあまあ、でも面白いからいいんじゃないですだかとからは思ってますけ次、ど。僕もあれですよ、葉っぱちゃんたまにライブでアマテラス配信してください。あの雰囲気でやるっていう。え、それこういうかぶっは、いや、て、面白そうですね。暗くしてやっていいよ。じゃあ、こう、周りも暗くしてやって、もうこう、あのライ時トをの雰置い囲気て。で、ちょっとそこキャラも作ってくださいよ、もう。あ、
コメント全部読まないスタイル。深いことしか言っちゃダメですよ。そこって僕もちょっと余計なことかもしれないですけど、やっぱ毎日ライブやるじゃないですか。あれってその、まあ、今はその、まあ、やってる、まあ、とにかく毎日やろうって感覚でやってると思うんですけど、やっぱり回を重ねるごとになんか、まあ、やっぱ飽きが出てくるとかはあると思うんですけど、ありますかもね。そういう時に、ねうん、まあそういう時にこそアマテラスは生きてくるかなっていう意味で今言ったんでしょ。なるほど、ありがとうございます。だからなんかその辺を進化させていくみたいなのが多分なんか求められてくるんじゃないかなっていうなんかイメージはありました、ね、アマテラスとか いろんなキャラ作ればいいんだ。ああそうですね。今日はアマテラスで明日はまた違うみたいな、うん、まあでも正直なんだここはみたいな。正直そこもすごいなと思うのが、やっぱりみんな年々だんだん増えていって、みんなでその会話がどんどんその盛り上がっていってるっていう配信ができてるのも本当すごいなっては思いました。いや本当にそうですよね。でも皆さん多分ねなんか似てる人も多いんですよ。波動的にやっぱ波動ですよね。その癒しの波動を求めて、ねうん、そので同じようなものを持ってるから共鳴してるんだと思いますけど、うん、そういう人が集まってきてくれてる感じ、それは本当嬉しいなと思って。でも最近はあれ葉っぱちゃんはその安心させるためっていうのもなんかあるんじゃないですか、うん、なんかこう、うん、ありますあります、うん、だって殺伐とするもん。そう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 、アンチに によったコメントとか見てるとやっぱり、まあ我々配信者はもう慣れてるからそんなに傷つかないけど、うん、一般の人は見てたら傷つくし、そうそう自分がコメントしたことにやっぱりまたわーってアンチに言われると傷つくし、それをちょっとなんかね、そんな状態で寝てたら多分ちょっと鬱っぽくなってきたの嫌だし、うん、そんな感じで夜にやるのがいいのかなみたいな感じ、うん、できるだけ夜やろうって感じでやってます。すごい再生数ありますもんね、視聴者の数もね。まあその時によりますけどね。いやでも400人とか必ずいるイメージある。あ、そうですね。今も400、500ぐらい。そんなにいかないもん。うん、あ本当ですよね。あでもこの前1000人近くいましたね。そう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 、900超えてましたね。大手やん。怖かったですもん。誰が見てるの、ね、知らない人見てるよねみたいな。なんか、すごいあったんでしょうかね。まあ、いい波動が出ていると。でもあの時900人超えてた時は、さすがにアンチの人がいっぱい見てるのかなと思って、逆に怖かったですけど。まあまあ、それは絶対ありますよね。まあ、ありますね。うんまあ、でも僕もやっぱ気になるんでですね、入ってしまうというか、あとしれっと聞いてることは結構ありますけどね、実はね、はいはい、挨拶するときはするけど、しないけど、ちゃんと聞いてたりはします、実は。結構、視聴者さんも、今日は伊助さんいるかなって、ワクワクしながら聞いてる人もいるんですよ。今日は誰が来るんだろう、シュウさんいるかなって、うん、書いてるんで、伊助さん来るかな、シュウさんいるかなって。今日の昼は白猫さんいましたね。僕は昼は来てたんで。なんか白猫さんを誘いに行ったのが犬塚さんらしい。ああ、そうそう、それ見ました、見ました。そうそう、うん。結構声かけに行くんですよね。あそう、だから僕、そう、今日犬塚さんはちょっと否定してしまいましたけど、でも正直それ心苦しいんですよ、本当。これ本音のところで、葉っぱちゃんのところ、うん、葉っぱちゃんのところに来てくれてる人を、なんかそういう邪険に扱いたくないっていうのは もちろんあるんですけど。本人もそうやって思ってますもん、でもいろいろなところで。結構ブロックされたりしてる、あなんか何がしたいのかと思ってはしまいますけどね。けどまあ、みんなと多分わちゃわちゃしたい、うん、本当になんか悪意のある人は本当に排除しますからね、すぐ、うん、いやそれはもう絶対するべきだし、うん、絶対するべきだし、うん、治安が悪くなるんです。秩序やっぱり自分のチャンネルの治安は守らなきゃいけない。でもあのね、来てくれてる視聴者さん同士が皆さん治安守ってくれると思うので、 そうですね、はい、それはすごいありがたいなって思ってます。 そうですね、うん、だからそういうコミュニティを作ってるっていうでもすごい価値を感じさせて、うん、いただいておりますが、でも逆に伊助さんみたいに僕はアンチには書いてほしくもないし見てほしくないんで、うん、もうすぐ閉じてくださいっていうのあれはあれでいいと思うんですよ、うん、そうでしょ、うん、明確に言ってるからね、消されたとしても文句言えないですからね。そうですね、うんうん、でも逆に言うとなんか伊助くんのそのアンチを一切こう入れないのもそんなだって僕と葉っぱちゃんそんなアンチのコメントにそんなあんま左右されないというかはい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 ぐらいのあれですからね。伊助くんはやっぱりもう夜も眠れんようになるんじゃあいつ腹立つわーっつって
ああ、まあでもそれは正イ直ライなとラちょっとラキでャす。ラですよ。ああ、あるんですね。まあ、なんていうか、まあ、そう、僕の自分のキャラでそういうふうな感じにしておりますみたいな感はあります。でもそんなに、雑魚が言ってることは何とも思わんよっていう気持ちも当然ありますけど、基本的にはそういう人を僕は嫌がっているとか、苛立っているっていうふうには、そういう表現をしたという感じではありますいよ。や、苛立ってたるだ、んででもしょ。正直、苛立ってますよ。だから非難されたりしたらざわっとしますね。それはもう正直ありますね、やっぱ。だから、わざわざ一生懸命頑張って応援してるのに、そんなやつから下手なこと言われたらムカつくじゃないですか、正直。何を偉そうにこいつはみたいなふうには思いますよ、正直。まあ偉そうな人多いですからね。そうなんですよ。だから今、アンチの人たちが言ってることとかも、本当、だいぶ苛立ってグはドいンね、今グドン。言うの我慢したでしょ。我慢しました。これはオンエアだから。そうですね。まあ、本そうで当すですね。よ。急にそういったことになったんで、僕はもうびっくりしてるんですよ、正直なところを言うと。何それ、クビになったの？クビになったっていリストうのが？もちょっと微妙なんですそれけど何それ。ね。クビになったか分からんですけど、ニートにはなりましたね、たった今。よく分からんけど すいませんね、僕はもうネット上の架空の人物が言ってることだと思っていただければというところですね。まあでも人生の大きな転機かもしれないですね。そうですいいと思ね。いますよ、でそもの今、体疲いや、れそうとだると思し。いますよ。参政党を通して今自分に起こっていることは、本当なんかこう、本当夢の世界のようなことですよ。こうやって話していることも含めてですけど、確かに私だっもそうて思います。めちゃくちゃ褒められますからね、僕は動画を いろんな人から。もっちゃとめ俺ちゃ褒め褒てくめられれってま思すいかならね、はが、面白いな。そうそう、いや、褒められてますよね、褒め割とられてね。ますから。いや、もうなんすか、ごいって言ってね。本当の話は、あなたはもう日本の宝ですみたいなことは言われてるので、お、本当ですか、僕が、はあ、みたいな。そんなんで喜んでんの？ いや、全然そ嬉れしよくくないないよ、でしそょ。んなの言われても。 いや、え、そうそなの？んな最高嬉嬉ししいこくとなないいんでな。すよ、他に。僕だから、嬉しいですよね。批判コメントも、なんかありがとうコメントもそんな嬉しくないんですよね、はっきり言ってね、僕はね。本当そでれすはか。むしろその感覚は僕は分からないぐらいありますそよ。れは分かんない。嬉しいですよ。褒めてくれ嬉したい。あ、らそういいでですけどか。ね。認批判めてくコれてメンるトっていはう。別にあんまり傷つかないですけど、褒批めて判くれたら嬉しいです。なんか顔出ししてる人から褒められるとなんか反応もあるんですけど、なんかあんまやっぱり知らない人に褒められてもよくわかんないやっていうのがあって。そうですかね。僕を褒めてくれてる人って多分本当70代の方だと思うんですけど、めちゃくちゃ嬉しいなと思いますけどね、そういう、やっぱり言葉、しかも言葉丁寧な方とかも結構多いんで、多いですよね。本当に、そうですね、やっぱりそこは嬉しいし、今起きてることが不思議な国にいるような感覚ですよ、本当。だったくて、さん褒ね、められるから不思議な国だっつって不思議な国ですよ、それはもう。だって、いや、今こうやって喋ってるのも不思議ですよ、本当に。だって10年前って考えていただければ、10年でこれだけ、環境変わったなという、そういうのもあるし。想像してないですよね、YouTube でいね、やいこうやや、っ全て然顔で出すしして配よ。信してるとか思わなかったですよだって2010年ってまだ YouTube で、ゴミみたいな動画しか上がってなかった頃から考本え当たでらすか。ね。そっかそっか。今テレビみたいなもんですもんね、そうですよ。YouTube が。だからすごいなと思って。だって、葉っぱちゃんの配信してる動画を毎日見に行ってるっていうのも、そんなのすごいこありとがでとすうごよざいます。ね。すごいことですよね。そういうことだし。私も街中で声かけられたことがあるんで、それすはごそいうでなとす思いよましね。た。今デさ、パート歩いてたら声かけられね、我々今その参政党つながりですけどもね、た。ちょっと何かガラッとなんか違ってたら、僕たち N 党ネットワークだったかもしれないしね。わかりませんよね。あと、それこそ僕も今、その仕事がなくなって、で、その YouTube でくら替えして、その燃え切る方に行くっていう気持ちもなんか分かるのは分かるんですよ。やっぱり
職がなくなってっていう状態って不安定なんですよ、やっぱり。まあ、僕うん。うん。も大丈夫、大丈夫とは言いながら、やっぱり心のどこかでずっと不安を抱えながら、これから生きていくことになるとは思うんですけど、それでコロッと寝返って、そっち側の配信になったら、例えば月に10万ぐらい入ってくるとするじゃないですか。ゴルコフロッ頑と張そるっつちも側り？で それゴルフで、やるつもああ、ちょっり？と俺、ゴルフやろうかなみたいな、ちょっとそろそろパターをちょっと選んでみようかなみたいなこと言って、で、参戦党のボロクソの叩き出してみたいな、いこや、れ伊助さんがそうだっやたらめられんもう。わみたいなことになるっていう人の気持ちはわかります。だって僕は資わ格もあかるんなかったらし、びっくりするわ。いや、資格もあるし、いろいろ潰しが効くっていう気持ちがあるから、おおらかなんですよ。いや、余裕余裕みたいな。でもそういうのなかったら、もう魂売るしかないですよねっていう。これから景気も悪くなりますよ、多分もっと。そうですね。それは思います。それはやっぱゴルフを始めようっていう気どっ持ちちにかは言なったりら、ますカピよ。さん寄りで、そっと、その、賛成党、イエーイの方をやった方が、いっぱいスパチャくれますよ、それ。批判するよりも。批判スパチャ、ああ、まあ、そうか、ゴルフはいっぱいスパチャされてんのどうか。ですかね。まあ、やっぱそっちの方が、いや、でもそこはやっぱ見る目のなさでしょうね、やっぱり。どっちが生き残れるかっていうので、まあ、僕がその くら替えするとしても、もうカピバラさんにすり寄るとは思うんですけ ど、何言ってんの、それ。まあでも、くら替えしない人たちは、じゃあどっちをやろうかなって思って選択して、やっぱりそっちを選んでるんだろうとは思うんで、違うでしょう。そんなみんどうなんなですかね、信念でしもょう 信念なんですかね、まあ、そこは僕は感覚的にまだ分かってはいないんですが、う。なんまあでちゅうもちょっと怖いこ僕、と言うの、この人。いやでもまあ、僕はでもその僕を褒めてくれるその70代の方を裏切るっていうことはできないのそりゃで、そうですよ。まあ僕はしかも嘘をつけないから、まあ嘘をつきたくはないしですいね。や、でも、くら替えしたら、また別の70歳の人が褒めてくれますよ、めちゃめちゃ。そうですね。いいやでや、もさ、くら替えしたら伊助さん顔変わりますよきっと。変わる、変ああ、わそうでる。しょ。そ今れの顔は、じゃなくなっちゃう。それは大本当丈に夫です。心あの、配。おそばブラザーズみたいになりますよ。いや、大丈夫です。もう ない僕とは思い賛ま成す。とくら替えすることはない。でないもです今、ね。今の世の中って、僕は死んでもあなたを守りますって言ってる人がくら替えして、で、僕が嘘をついたら腹を切りますよっていう人がくら替えしてる時代ですからね。そうで分すかんないでね。すよ。完全にないとは言い切れないですね。僕はそれ本当やめてほしいんですよ。だって僕もやめそうていうこほと言いしい。たいですもん、今。いや、僕が賛成と裏切ることは死んでもないですからって言いたいんですけど、それ言ったらギャグでしょ、そうですもね。それを言う人の方が信頼できないっていう状態になってますか。ってなってますからね。それはなんかやめてほしいんですよね。僕はそうやってでも人を信じさせるっていう手法を使いたいんそで。うですなんかね。よう分からんわ、伊使い助たいんで君使いたは。いんか、伊助 今日の伊助君はよう分からんわね、もまあ、どっちにしても今日はちょっといろいろ面まあ白いです。言いたいことがあったというところですよ。すいませんね、アッパちゃん。なんか、伊助君が仕事を辞めて、ちょっとおかしくなってますわ、今日。いつもとなんか違う。いや、またほんと、大丈夫。じゃあ次回もなんかね、そ話ろのそろ終こう、わりしにょうましまょた楽しみ。そうですね。時時間間があありりががととううございごまざいます。す。楽しかったです。楽しかったです。はい、ありがとうごあざいりまがす。とうございます。まだまだ喋り足りないんで、まだそうで今後すよろしね。くお願いましまた。す。はい。